皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今日からはポーランドのディベロッパーが送る封建時代の日本を舞台にしたサムライアクション作品トレックトゥヨミ、こちらを遊んでいきます。字幕や音声がフルローカルに伝えているほか、熱心な日本文化の探求に基づいた演出の光一作。今回は PC にスチーム版をいつものように初見最高難易度で遊んでみたいと思います。名作ゴーストオブツシマに続く海外初の侍作品、今回もね、皆さんと一緒に癒されていきましょう。さあどうね、前期はこれにして早速遊んでいきましょう。トレックトゥヨミ。さあ、では難易度選択。これは全部で4つ。歌舞伎、武士道、道路人。で、最上位が牽制。これどうしようかな。どれ行こうね。まあ、リハビリがてら、浪人かな。浪人行きます。真の調和を保つ者は、幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は、一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。さあ、でこれはチュートリアル。 N スティックで移動。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。で、これはコンボ。多分上中下段があるのかな。で、これデュアルショクラと四角です。と上段。これね。で、最後に下段。あんまり下段っていう感じでもない。と銃撃。これは三角。と振り向き。あ、これ右向くの手動なんだ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。これはプレスだったら罰ボタン。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。で、これは防御。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。で、これはパリーかな。はい、よし、くたばるぞジジイ。反撃バツ。これね、いて。はい、よし。今日はここまでだ。明日は三十郎様。三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。
何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。さあ、で、これはゲームスタート。ここから行っちゃうんだ。ただ、これ絵作りすごいね。向こうへ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、倍払う。これはうちに伝わる家宝なんだよ。手放したらご先祖様に語られちまう。これ先導してくんない。なんでついてくんの。どこに行く。ごめん、引き立てだよ。こっからこっちに行ける。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ誠の忍耐じゃ。で、これは通れない。多分後に開くのかな。ひろき殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。そんなことをしてる場合じゃない。ただ買っとく。拙者は、あ、愛子殿は、その。お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。このローカルネズもね、すごいしっかりしてる。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。で、この土管して上に行く。手伝えよ。一人かよ。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってどこさ。じゃあもう一杯おくれよ。少しでも足しになるならよ。そう来なくちゃ。はい、毎度あり。いいね、ありがて。で、これ会話の途中ですいません。これは収集物。内容がイザナギの絵、日本の神話ですね。イザナギの巫女。ただなんかバカボンのパパ的な服着てない。捨て猫と腹巻きに見える。太平の世にいっぱい。間違いねえ、賊が森の中にいんのさ。ああ、そうさ。あの世の入り口も湖にあるな。いや、あいつらの寝床を見たのさ。俺たちが先にやらねえと、みんな読み送りにされちまう。脅かすんじゃねえよ。よそ者がカモシカ狩りでもしに来たんだろうよ。山賊ですかね。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されど、お咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ヌスットどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりません。拙者どもはただ。さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。で、こっち。で、これはここら、セーブ地点。よし。行くぞ。セキロー。やられちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら、黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。ところが、あいつは、
イザナギさえも女房の醜く変わり果てた姿を見て逃げ出したって言いやがった。まあそれも間違っちゃいねえな。そんでオイラもどうせ同じだというのさ。まあうまくいかねえこともあるさ。ちゃんとこういった下ネタ、これを買い物に組み込んできてる。賊どこ？賊いなくない？ここは市場、道場じゃねえ。どうかお待ちを。足りなくなることはございません。気がついてねえな。さあ、となるとこっち、これ買える？会員はないかな。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。で、これも収集物、満開の桜、この花、咲夜姫、これも島に登場します。出だしは丸ボタン。くそ、人を切れてぜ。賊はどこだ？戦闘がしたい。逃げろ逃げろ逃げろ。どこだ？何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませんよ。先生を見つければ。こっからのこれかな。なんてこった、やりやがった。ヒロキ殿、皆を、私は父上を見つけます。いけませぬ、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。さあ、でこの戦闘かな。賊なんだね。三賊相手。何してわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。うわ、ただこの円形、これ見にくいな。はい、よし。あー、リーチが足りない。おし、死んでるだろそれ。押し返せ。まだこの振動なんすかこれ。え、何死んだの？死んだっぽいです。はい、よし。敵のライフがわからねえ。パリってかの、そう、よし、ちょっと前進して刺す。よし、やったー、勝ったぞ。この円形、これきついわ。あー、リンチだ。
よし。パリってちょっと前進です。そう。ちょい前進してそう。これね。なるほどね。把握した。ちょっと進んでさせて。これ敵？違う？見逃してくれ。こういったのにここにいる？これ敵じゃない？違うの？とネズミの掘り物。オークリーの主人公のよりしろである。オークリーの主パズドラで見た。これやっちゃっていいの？村人？すまない、敵かどうかわからないんだ。こいつを楽にしてやれ。はい、全身ぶっ刺し。よし、いって。ひるまない。ぶっ刺し。よし、ぶっ刺し。ぶっ刺しからなんか回復するんだろこいつ。強えな。わあ、待って、ここ手前から来んのお前で、ぶっ刺しで、で回復するんだろ。はい、よし。バーサーカーじゃない、これもう。少年にして。お前、その後ろから突くの無理だろ、それは。はい。やりますね、ぶっ刺し。もはやこれ、牽制じゃない。よし。と、これは？よし。大丈夫。困ったときはお互い様です。丁重に報酬を発生する場合がある。強化値。この向こう水なものの符は誰だ？して！手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。死ね。はい、アクソ。なんだかんだで10人ぐらい殺してるからもう。よし、バカめ、ぶっ刺し。よし、で、そう、あれに食らうわ。と、振り向き攻撃。これね、後ろ向いてから四角。これね、これ敵だろ。来いよ、切ったるよ。こっちの、あ、ただいけないか。おら、よし。で、振り向いて、よし。様の化身か何かでございますか。かたしけない、ヒロキ様。三十郎様をお探しなら、戦国この前を駆け抜けていきなされました。で、これは報酬、防衆剣。アルティ、あるいは飛び道具。誰もおらん。行くぞ。これ全員的？手裏剣。よし、ぶっ刺し。ほい、3人目ぶった切る。あら、よし。ボケが勝てると思ったか。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者を音もさせていただければよろしかったのだが。で、ここから村が続いてる。あと鳥ね、あれがなんとなくゴールっぽい。相方のが無事であればよいが。腕が、
った。で、これも収集物、可能でかな。これなんていうかな、ナックルの指バージョン。隠れた刃、盲目にすることさえできる。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオの御事以来の極悪人だが、二言のないお方だ。ま、酒だけはたんとある。飲め。雇われた族なんだ。で、どこにボスがいる。これは、こっから行ける？こう行ける？あ、こうね。ただ、三人。なに、この距離でどう行くの？こう行くの？うわ、見えない見えない。あ、はい、しばり。この数は無理だよ。あ、振り向きたい。はい、よし。ぶっ刺す。こっち。あ、忙しい。これ超忙しい。無理だよ、これ。これ無理だ。こっから。くそ、あの囲み無理だろう。問題これね。一匹サクッとやって銃撃。いいよ、右の子、よし、空気読んで。そう、よし、そうです。パリで吸ってこうだ。はい、よしよしよし。そうね、敵が空気読んでくれれば勝てれば。いつ来てくれるんだい。こっから上行ける？ここに行ける？あ、行けるっぽいわ。これで、こうだ。これで、こう来て、多分ここら辺かな。あ、扉のこれ違う？これなんだろう。ここは？今のところは多分何もできない。これもいけない。ここも無理。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せい、まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。で、これであっちか。こっちもいける。くぅ、いや、そのね、月からなんでお前復帰すんだよ。それ早いんだよな。そこで止まれ。よし、パリってつくで、復帰を、そう、復帰を見越して。あれ、早かった今の。よし、で、これも注意。隠れた場所。ここはそうね。上かな。ではない。こっから下？これかな？あ、これだね。で、これってのは気力強化。最大体力アップ。割とさらっと体力アップ。こっからそこ行ける？こう行って、あ、行けるね。あ、くそ。はい。ぶっ刺す、ぶっ刺す。基本パリゲーだな、これ。こっから、下かな？あ、ここ行っちゃうんだ。これ、ちょこっとミスった。スキップしちゃった途中ね。はい、
まずその後ろ肉の壁やめてマジで。ぶっ刺しで復帰を見越してよし。こっからもう復帰できないか、帰れない。これちょこっと困るな。しゃあない、行こうか。やつらが退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かあるはずだ。これ墓地かな。いや絶対こっち先振ったよ。うわこの陣形やだこれ。ほんとやだこれ。先にこいつを引けるか。いやこれ背中無理だわ。背面取れて背面切り無理。これだけ本当に無理。となるとここら辺でこの画面端で戦うか。よし、これだったらば勝てる。お前回んなよお前後ろに。よし、ぶっ刺す。よし、さらにこれで収集品。これね、イザナミの目。と、気力かな。さあ、で、この先。パパ上。ここにおとどまりを。どうした？会話できない。あ、できた。先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。で、帽子利剣。しかしこれ、背景の作り込みね。これすごいね。ポーランドすごいわ。テックランドに、あとなんだ？ CD プロジェクトとこの作品。ポーランドすごいね。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも参れ。刀さばきを見せてみよう。哀れな。まあこれ秋尾さんがこれボスなんだ。勝ったけど。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。
の妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです、教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者はお悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ参る。うわー、これ全員死んだの。ちょっとこの陣形、これマジでマジで。そう、あ、これ一発なんだ。背面ね。そうなんだ。知らなかった。多分10年後ぐらい。さあ、開幕はパリって一発。よし。次。背面注意。危ない。あ、ダメダメダメ、そうそう。危ない。よし。ない。ぶっ刺し。おし、正気。おし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 。いや、これ強いな。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。特に西があります。これパート見ときます。で、次2番。それとも技。いや、これもすごいね。ほら、ちゃんとアニメーション作ったんだ。手書きでね。これすごいな。で、自分今のところは上段下段。これを使っていません。振り上げと上下切り。これって何らかの効果あるのかな。で、今の記録アップ。こっからどこに行く？そっち。
そこの上？こっち？橋は落とされた。ならば倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。さあ、で、ほこらと、これは？で、これは飛び道具。じゃあそうですね、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、で、また次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回トレックトゥーヨミでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。そして YouTube、Pixiv ファンボックスのメンバーの皆様、いつも温かなご支援を本当にありがとうございます。これからは動画のパート1と最終回でスペシャルサンクスとして、メンバーの皆様のお名前を掲載させていただこうと思っています。随時メンバー様を募集しておりますので、よかったら YouTube、または Pixiv ファンボックスにてご支援いただけると嬉しいです。詳細は動画概要欄か、アイロンの Twitter をご覧ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。